どうも、ズーマです。今回なんですけれども、新武器の PPSH をご紹介していきたいと思います。でまあ、カスタムもね、組んでみたんで、そちらもね、参考になればなと思います。じゃあ、ちょっとカスタム見ていきましょう。で、今回の組んだカスタムは結構僕はね、腰打ち精度を上げつつ、移動速度も上げて、超近距離戦うようなカスタムにしてみました。で、まあ、マズールに、こちらですね、ライトフラッシュガード。こちらのライトフラッシュガードでは、あれだ、腰打ちの精度を腰ダメージのサンプル回を上げると。で、次にバレルにこちらですね、ゲリラライトショート。これはね、移動速度も上がるし、腰打ちの、ね、精度も上がるということで、こちらを採用しております。はい。で、次、ストックがストックなし。で、これはね、本当にもう移動速度を目的に上げてるんですけど、まあ、これでね、ちょっと腰打ちの精度落ちちゃうんですけども、まあ、他で補ってるということで、まあ、今回はね、ちょっと離れた距離っていうよりかは、超近距離で戦うっていうことで、移動速度を優先して、つけております。で、これがね、MRB レーザー 5MW。これはね、ほんと腰打ちの精度上げるカスタムで。で、弾薬なんですが、こちら35ラウンド高速リロードにしてます。これだったらね、リロード速度も上がるし、移動速度も 8% 上がるということで結構速くなるんですよね。で、もともとこの武器 PPSH は65発溜まるんですよ。で、まあ、それで下がっても35発なんでね、まあ、言うてそんなに少なくないわけじゃないですか。なんでね、これはもう拡張モッドを使って補えるので、こちらの35ラウンドの高速リロードを採用しております。まあ、なんといっても移動速度が上がるっていうのが決め手かな。はい。で、モッドなんですけども、モッドは拡張と、あれば、金のね、高速エイムがあれば、金の高速エイム、あとは腰ダメ打ち、腰打ち精度を上げるやつ。で、もし、金の高速のエイムがなければ、長射程でもいいんじゃないかなと思います。で、属性性能はこんな感じですね。はい、では、腰打ちもね、上げつつ、移動速度 13% が上がってるっていうような感じになっております。で、今回は、ノラスクとソロスク、2本立てとなってます。まあ、2本ね、最初ノラスクで次にソロスクっていう感じになるのでね、まあ、トラップマスターを使った、スキルを使った、組み合わせの感じで移動速度上げてガンガン攻めていくっていうような、動画になっておりますので、まあ、皆さん結構楽しかったんでね、興味のある方はぜひぜひ使ってみてください。それでは本編行っていきましょう。どうぞ。Enemy eliminated. 危ない危ない。やばい、来た。上取ってくるかな？惜しいよ。いや、思ったより詰めてきてた。うわ、きついね。いやー、逆にもおるんか。あっちの奥に SR いるんだよね。待て。最悪。マジでごめん。マジでごめん。
supply box here. マジでごめん。解除されちゃったよ。I'm really sorry.とりあえず段落したかな。痛い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 、結構痛いね。レイヤーだね。あれサプライボックス here。まだいるよねきっと。サプライボックス here。やばいね、これカバー行くよ。え、何が起きた。3番さん、3番さんに何が起きた。 PKM めっちゃ見やすい。そうそうそう、見やすいんですよ PKM の、 あのゴールデンなんとかだからね、それを取りたいんだよね。あ、ここにいるわ。Enemy is near. え、気のせい？いるよね。ほら、ほら雪だるまになってる。距離離れたね。ナイス。ナイスー、ジジ。本当に行けたら、そう、本当に行けたらはなるんだよ。いない？いないね。ここでやってんね、モクモクしてんね。やばい、やばい。見ちゃったよ。
乗っちゃった。引いてたね。もうそこにはいないんだよな。2枚ぐらいいたよね。ああ、そういうこと？ボラマスを一掃したってことか。どこ行った？やばい、ミスった。最悪。待って、高速今ある。みんな逆行ったかな？あれ？なんでこっちにも高速今ついてんだ。これはどちらかというと、貴重が欲しいんだよ。あー、めっちゃぶれた。あー、こっち側来るべきじゃなかった。行っちゃったね。まずっ。やばいね。ブレるブレる。エイムマーキン SG、 超怖い名前してるな。やめてくれよ。どこにおった？危なすぎ。じゃあ君、これあれないの？スモークないの？しんどいな。ここはさすがにしんどい。
2時、ナイス。